いつもご視聴ありがとうございます。スマホのコンシェルジュです。こちらは Files by Google という Android のアプリです。データの断捨離用アプリとしても超定番のアプリですが、この度トップページにあったはずの削除などのタブがなくなったり、スキャン機能が登場していたりと、見た目の変更や機能拡充があったようです。 Android においては重要度の非常に高いアプリですので、この機会に改めて皆様と各種操作方法等を共有させていただければと思います。スマホのコンシェルジュでは、豊富な指導実績をもとにスマートフォンの使い方に関する動画を制作・配信しております。300本以上の動画教材を無料開放しておりますので、ぜひお役立てください。それでは今回もよろしくお願いします。Files by Google がどういったものか簡単に確認しておきましょう。こちらは Google 製のアプリで、呼び方は Files で構いません。ストレージ内のデータを閲覧したり整理したりできる、いわゆるファイル管理という役割のアプリです。写真や動画はもちろん、ウェブサイトなどからダウンロードしたデータや書類ファイル、アプリなど、スマホのストレージに今どんなデータが入っているのかを確認でき、必要に応じて人に送ったり削除したりもこのアプリから行うことができます。また USB メモリなど外部ストレージにデータを移したり持ってきたりする場合も、それらのストレージデバイスはこのファイルズから操作しますので、データの整理用のアプリとして重宝される場面が多いかと思います。ちなみにこうしたファイル管理アプリとなると、よく知らない会社が作ったものはかなり警戒してしまうところですが、このファイルズは Google 純正のアプリとなっています。あえてファイルズ by Google という名前にしているのも、 Google が提供しているからひとまずは安心してくださいというメッセージのような気がします。同じく Google 製のウォレットアプリにアイコンの見た目がやたらと似てしまっているので、ご注意ください。ホーム画面では近くに配置しない方がいいかもしれません。では画面の構成を確認しておきましょう。アプリを開くとトップページはこうした画面が開きます。従来の画面では下部に削除、見る、共有と表示されたいわゆるタブがありましたが、それが取っ払われて画面が広くなったように見えます。上部にはより検索能力の強化された検索欄、その下にはゴミ箱へのアクセスが配置されている場合があります。こちらは出ていない場合も多いようです。その下にはカテゴリ、コレクション、ストレージデバイスといった項目が並んでいます。画面右下には常に書類をスキャンするためのスキャンボタンが表示されるようになりました。画面左上の3本線には削除やゴミ箱、詳細設定の項目が格納されています。ではそれぞれ簡単に見方や役割を見ていきましょう。ここのカテゴリ欄にはダウンロードしたファイル、撮影した画像や動画、取り込んだ音声データなど、データの種類や入手経路ごとにデータが整理されて表示されます。ただ複数の場所に重複して表示されるものもあったり、納得感の薄い区分となっているものも散見されますので、あまりこの区分自体を強く意識したりする必要はないかと思います。試しにダウンロードの箇所を開いてみると、例えば自治体などのウェブサイトからダウンロードした申請書系の PDF やクイックシェアで送られてきたデータなどが表示されました。ここで入手経路ごとに分けて表示することもできます。ちなみにダウンロードした PDF ファイルは Google フォトなどにも表示されませんので、意外とこのファイルズでしか整理する機会がありません。ウェブサイトではタップするだけで PDF がダウンロードされてしまうこともありますので、不要なものがたまりやすく、断捨離の際はまずここから手をつけるのもおすすめです。ざっくりこの画面での操作感ですが、ここで表示形式をリスト形式かサムネイル形式に変更。ここでは全選択やファイルの並び順を切り替えることができます。
ストレージに空きを作ることを優先する場合、データを大きい順に並び替えてから作業するのがおすすめです。データの削除を行う場合はゴミ箱に移動とします。ただしこの時点ではゴミ箱という領域に格納されただけで、まだ削除は完了していません。トップページ左上の3本線アイコンからゴミ箱にアクセスできます。ここで全てのアイテムを選択して削除とすることで、デバイスから完全に削除となります。この時点で初めてストレージにも空きができることになります。ストレージ不足解消のためファイルズを操作したという場合は、最後に忘れずにゴミ箱を空にしておきましょう。またゴミ箱に入ってから30日経過することで自動的に削除という機能もあります。誤ってゴミ箱に入れてしまったデータはその前であれば復元することができます。またファイルズアプリは、これは削除した方がいいのではというファイルを提案してきてくれる機能も搭載されています。ゴミ箱の上に削除という項目があります。その右側に今は 423MB 節約と表示されていて、この削除機能を使えばこれだけの空きストレージを作ることができるようです。中を見てみると、撮影してからある程度時間が経過した古いスクリーンショットや、ぼやけて写ってしまっている写真、巨大なデータ容量の動画ファイル、最近使用していないアプリなど、効率的にストレージを空けるためのあれこれを提案してきてくれています。ファイルを見るやアプリの選択をタップすると、提案の中身を見ることができますので、それぞれ削除できるものを見つけに行きましょう。ちなみにこの下の可愛らしいキャラクターはタップすると少し動いてくれます。 USB メモリなど外部のストレージへの移動もファイルズから実行可能です。最近は SD カード非対応のスマホも増えてきましたが、スマホによっては USB メモリや SSD を使用できる場合があります。ただし機器の相性によってそもそも認識しない場合もありますので、まずは手元のもので試してみていただければと思います。スマホに USB メモリを接続し、認識できた場合はストレージデバイスの部分に表示されます。先ほど見たカテゴリ欄などから移動するファイルを一つ選んでみます。今適当に撮影したこの写真にしてみましょう。タップして閲覧状態にして、右上3点アイコンのメニューから移動またはコピーとすると、接続している USB メモリが移動先として表示されました。タップしてみるとこんな画面が出てきます。これは USB メモリの中身を閲覧している状態です。今は家族写真というフォルダしかありません。移動するにあたり、この中に新しいフォルダを作りたいので、この一番上にある新しいフォルダを追加をタップします。フォルダの名前をひとまずテストとして、フォルダに移動をタップすると、そのフォルダが作成され、写真も移動が完了します。このフォルダをタップしてみると、テストの中に写真が移動されているのがわかります。ちなみにこの際のコピーと移動の違いは複製を作るかどうかです。コピーした場合は元の場所にもそのファイルが残りますので、外部ストレージのデータをバックアップ的に機能させることができます。移動の場合は単純にそのファイルが外部ストレージに移動しますので、スマホ本体からは消失します。ストレージを開けたい場合はこちらを選択することになりますが、外部ストレージを紛失したり故障させたりしてしまうと、そのデータが失われるという点はご注意ください。また一覧画面からファイルを選択し、メニューを開いて移動しようとすると、なぜか外部ストレージが移動先に表示されないという謎の仕様になっています。なので一度に複数のファイルを移動したい場合は、スマホ内部に一度移動用のフォルダを作成してから移動する必要が出てきます。このあたりの方法はこちらの動画で実施していますので、
必要に応じて概要欄からご参照いただければと思います。もう一つ、ストレージに空きを作るためのテクニックです。皆様、 Google ドライブというアプリ使用されていますでしょうか？名前からして車で使うものと勘違いされてしまうことも多いようですが、スマホやパソコンの世界でドライブという言葉はハードディスクドライブなど記憶装置のことを指すことが多く、この Google ドライブも Google のオンラインストレージサービスです。ネット上にファイルを保存することができ、それにより単純にデバイスのストレージを節約できるのに加えて、複数デバイスで同じデータを共有したり、複数人で同じデータを操作したりといった作業が非常にやりやすくなります。 Google フォトや Gmail と共有ではありますが、無料で 15GB 分のストレージ容量が利用者全員に初めから与えられています。 Files では Google ドライブにバックアップや Google ドライブに追加というボタンがメニューに用意されていますので、簡単にドライブにファイルをコピーできます。例えばファイル右側にある3点アイコンをタップして、 Google ドライブにバックアップとタップしてみます。すると Google ドライブにアップロードしますとメッセージが出てきました。 Google ドライブ内のどこにアップするか、ファイル名はどうするかなど設定して保存とすると、このファイルがドライブへアップロードされます。最大 15GB と容量は決して多くありませんが、先ほどのように外付けストレージを用意しなくても、まずは Google ドライブを駆使して端末ストレージを整理するという選択肢も一応あります。では Google ドライブを開いて確認してみます。このファイルというところを開くと、ドライブに入っているデータが一覧で表示されます。きちんとここに先ほどのファイルがアップロードされているのが確認できました。ファイルズからの移動ではなくコピーとなりますので、本体ストレージを開けたいという場合は、アップロードされていることを確認したらファイルズ側を削除しましょう。 Google ドライブについてさらに詳しくはこちらの動画をご参照ください。概要欄にリンクも貼っておきます。では他にもできることや挙動をいろいろと見ておきましょう。このコレクションという欄にはお気に入りと安全なフォルダというものが配置されています。それぞれの機能、なんとなく察しがつくかと思いますが、ファイルを選択した際の3点アイコンにお気に入りや安全なフォルダに移動するためのボタンがあります。例えばお気に入りはタップするとそのファイルに星のアイコンがつき、それ以降お気に入りフォルダにも表示されるようになります。ちょくちょく閲覧するようなファイルをピックアップしやすくなるかと思います。安全なフォルダに移動はタップすると4桁のピンコードの入力が求められました。この4桁は画面ロック解除に設定してある4桁、もしくは初期値の場合は0000となるようです。入力が完了するとそのファイルは安全なフォルダを開かない限り閲覧できなくなり、こうした一覧には表示されなくなります。やはりこのフォルダ自体も同じピンコードでロックされています。このフォルダの中に先ほど移動したファイルが格納されているわけですが、スクリーンショットも制限されていて撮影することができませんでした。ここに格納したものは他のアプリからもアクセスできなくなりますので、例えばメッセージアプリで誰かに送ろうとしても、共有できるものの一覧に出てこなくなります。写真をこのフォルダに移動した場合は Google フォトにも表示されなくなりました。現時点ではお気に入りや安全なフォルダの中にさらにフォルダを作って細かく管理するといったことはできず、数が増えてくるとちょっと大変かもしれません。書類をスマホカメラでスキャンして PDF として保存する機能がこうしてボタンとして常に表示されるようになりました。タップするとカメラが起動します。青い枠に収まるようにするだけで自動的に認識され、完了をタップするとこの画像が PDF として保存されます。上記のカテゴリーにおいてはドキュメント、
小カテゴリではスキャンドの欄に表示されるようになりました。最後にファイルの検索機能がパワーアップして、ファイル名だけでなくファイル内部のテキストなども検索できるようになりました。ファイル名を覚えていなくとも、ざっくりとしたチケット、領収書などのキーワードだけでヒットするようになります。書類を多く持っている方はより探しやすくなるかと思います。と言いつつも、私の場合は簡単そうに思える申請書といったワードでもヒットさせることができないものもありました。かと思えば、例えばペンシルと検索した時に、こうして画像にペンシルというワードが含まれるものまで検索してこれたり、威力にばらつきがありました。日本語への対応が今一つである可能性もあるのかもしれません。以上、刷新されたファイルズ by Google について見てまいりました。データの断捨離等にお役立ていただける点があれば嬉しく思います。他にもこういう使い方をしているなどありましたら、コメント欄でご共有ください。当動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。気軽にコメントやチャンネル登録いただけますと幸いです。またメンバーシップにて弊社動画のテキスト版も配信しておりますので、よろしければぜひご登録ください。それでは次の動画でもよろしくお願いいたします。